どうしたの？お母ちゃん、僕にはお父ちゃんがないの？何を言うの？誰がそんなこと言ったの？だって、みんなが僕にはお父ちゃんがないんだって。そんなバカな。ねえ、明夫、あんたにはちゃんとお父さんがあるのよ。ただ訳があって遠いところに行ってらっしゃるの。いつかきっと帰ってらっしゃるわ。本当？お母ちゃん、お父ちゃんいつ帰ってくるの？いつって遠いところだから今すぐには帰ってこないけれど、でもいつかきっと会える時があるんだから、泣かないで待ってるのよ。分かった？で
も泣くんじゃないのね。秋葉お前また泣いてたな。男は泣くもんじゃないぞ。ばあちゃん、弟の加減どうだい。ありがとう、おかげでとてもよくって、はあ、よかったな。それじゃすいません、またお薬お願いします。ああ、いいだいいだ。秋葉、行ってきてね。これをしっかり持って。これはお薬代だからお医者様行って出すのよ。落としちゃダメよ。うん、じゃあお願いします。ああいいよ、最高。さあおいでおいで。ほら坊や、おとなしくしてなくちゃダメよ。うん、ってなって。じゃあお願いします。はい、はい。常蔵さんのことどう思う？どう思うって、またこの間の話なの？考えといてくれたか。常蔵さんはあの通りいい人だし、お前さえ来てくれたら子供も引き取って可愛がるというんだ。なおかよ、お前がいつまでも一人でいるからつまらないことも言われるし、八王までがテテナシゴだし、毎日つらい思いをしてきてるんだ。義理の親でもできさえすりゃ、この世の中なんてものはな。でもお父っつぁん、秋葉は横川の子です。いつか一度健さんに会って、この子はあなたの子です。お父さんと呼ばせてやりたいんです。バカ者、いつまであんな男に未練を持つの。俺たち一家が生まれ故郷を離れて、苦労した末こんな山の中へ流れ込んできたのは誰のためだ。みんな健太郎のためだぞ。世間知らずの前を騙して子供ができたとすると見向きもしない。挙句の果ては行方知れず、お前がテテナシゴを産んだというの。死んだ婆さんは一生肩身の狭い思いで泣き暮らしたんだ。そんな男に会いたいなどいつまで。おかよ、少しは恥を知れ。それから見りゃ常蔵さんなんぞは神様みたいな人だ。他国から流れてきた俺たちの面倒を見てくれるばかりか。お前の身の上を知って嫁にもらってくれよというんだ。おかよ、常蔵さんにいい返事をしてやってくれ。でもお父さん、世間が何と言おうと、秋葉の父親は健さんなんです。死んだというようならともかく、この世に生きている限りは血のつながる親子ですもの。いつかはきっと神様が会わせてくださるような気がするんです。いつまでもバカなことを言ってんなよ。6年の間お前を捨てた男に何で会えるものか。たとえ会ったところでこのわしは許さんぞ。あんな男に秋葉の父なんぞと言わせてたまるか。でもお父さん。許さん。
母ちゃん、どうしたの？もうお別れね。うん、学校が始まるからね。でも冬の休みにはまたきっと帰ってくるよ。母ちゃん、元気で別れよう。僕は来年卒業したらすぐ君のお父さんの許しを受けて結婚するつもりなんだね。でも私のお父さん頑固なんですもの。私たちのこと許してくれないかもしれないわ。大丈夫、きっと分かってもらえるよね。私の一番の親友よ。ねえ。ええ。ジフさん、ごめんなさいね。私、恥ずかしかったんです。兄さんも恥ずかしいの？バカ。まあ、バカだな。ねえ、カエちゃん。あなたが私のお姉さんになってくださったら、私、こんな嬉しいことはないのよ。ねえ、兄さん。東京行ったら毎日手紙をよこすのよ。私、カエちゃんにそっと渡してあげるわ。うん、そうか。じゃあ頼むよ。生きているのか死んでいるのか、家
金の頼りもございませんの。あの頃から健康のすぐれなかった父は3年前の秋祭りの朝寂しく息を引き取りました。父に先立たれ、兄には逃げられ、母も生きている望みもなくなったのか早まったことをいたしました。人の知らせで駆けつけて行った時はもう息も絶え絶えでしたが、私の手を力いっぱい握って、かよちゃんは今頃どこで何をしているだろう、もしかしたら健太郎の子を産んだかもしれない、苦労をしているだろう、申し訳はないと申しました。最後の言葉がこれでした。かよちゃん、母と地図に免じてどうか兄のことはくれぐれも堪忍してください。御所、一生のお願い。たった一人で今日まで私は生きてきましたが、もうダメです。心にもない人と結婚をして遠い台湾へ参ります。一生御所の月も増えますが、おそらくあなたの顔も見られますよ。地図は18の昔が恋しい、何も知らずに夢ばかり見ていた乙女の頃が懐かしい。ここまで来られて読み続けたが、暗いきれない塊が一時にあふれてハラハラと、友の手紙の文字を消す。と呼びかけりゃ海山遠きふるさとに、お下げの髪をなびかせたあどけない日の思い出が、うるむまぶたに、万歳万歳万歳、二歩出てから行く月と、どうも
ヤキボ、待ってろよ。帰りに寄ってやるからな。ああ。じゃあ行っといて。お薬。はい、少し待っててくださいね。角野さん。本が見たいの？おばちゃん探してあげようか。え？あ、これがいいわ。ね？おばちゃん、どこが悪いの？おばちゃんとこのおじちゃんが病気なのよ。それでお薬もらいに来たの。坊やん家どこ？山の向こうだよ。そう、ずいぶん遠いのね。歩いてきたの？うん、馬車車まで来たの。そう、大変ね。横川さん、横川健太郎さん。はい。横川さん、お待ちどうさま。あ、どうもすいません。坊や、さようなら。気をつけてお帰りよ。金ちゃん。あら、姉さん。おめかししてどこ行くの？ちょっと。姉さん、どこ行ったの？ん？お医者さん。もういいの？まあ、相変わらずね。はっちゃんとかい？ええ。遊ぶのもいいけれど、あんまり深入りしちゃダメだよ。それは悪い人じゃないんだけどね。男なんて惚れちゃダメだよ。惚れさせなくっちゃね。どう？お薬持ってきたわよ。すぐ飲む？飲もうか。先生、何か言ってたかい？いえ、別に。あ、そうそう、お医者さんに可愛い男の子をお薬取りに来てたわよ。あんな子供可愛いわね。でもあんなところで働かせてすまないな。
何言ってんのよ。くよくよしないで早く良くなってね。散々身を持ち崩した俺がまともに生きることを知ったのはお前と会ってからだ。お前もあの頃はすさみきった女だったが、不思議に二人の間には何か通うものがある。お互いに泥沼から這い上がるつもりでやっと仕事を探してこんなところまで来たのに、またお前をあんな場所で働かせることになったかな。苦しんだ。大丈夫よ。今の私はやっぱり這い上がろうとしてるの。正しい暮らしをするという希望があるんですもん。どこで働いたって心配なことないわ。こんな女だけれどあんただけを頼りに生きてんのよ。ねえ、気にしないで早く良くなってね。もう休まない？これ用意しておくわ。後で食べてね。じゃあお風呂行ってお店行っちゃうわよ。ね。薬割っちゃったの？うん、転んだら割れちゃったの。まあ、坊や、一緒においで。おばちゃんとね、お医者さん行って頼んであげるからね。だってもうお金がないんだもの。いいわ、いっさ、行こう。泣いたりなんかしちゃいけないわ。泣いたりして、あ、ちょっと待っててね。いい子だからね。おかみさん、おかみさんが帳場にいるよ。あ、そう。あ、おかみさん、あの、すいませんけど。なんだ、また薬代かい？自分の勝手なことばっかりして少し虫が良すぎやしないかい？いや、貸さないとは言わないけどね。そこは愛見たがい。お店のためになるお客のサービスぐらいはね。いくら？あの、5円ばかり。すいません。坊や、お待ちどうさん。寒いです。行こう。おい、お先いっぱい飲ませろ。昼間から景気がいいんだね。せいぜい飲んでちょうだい。せっかく来たんじゃねえか。どこ行くんだよ。ちょっとすぐ帰ってくるわよ。
先がいなきゃよそへ行くよ。そんな旦那来ないで、じっ帰ってきますよ。さあ、ごはんなさいな。じゃあ、みんなお客様じゃないの、何してんだよ、おたけさん。ようさん、いらっしゃい。そんな心配になったって、じっ帰ってきますよ。待ってたら馬車のおじちゃんが通るんだろ。うん、キャラメルあげようね。来られたね。平気さ。おばちゃん今度来るとき、スルダンの花取ってきてあげようね。もうじきいっぱい咲くの。坊やんち何してんの？踏切板やってんだよ。そう。お父ちゃんがやってんの？おじいちゃんとお母ちゃんがやってんの。お父ちゃんはいないの。え？お父ちゃんどうしたの？遠いところにいるんだけど、もうじき帰ってくるの。早く会いたいな。出かすんかい？ううん、なんだか知らないけど。でもね、みんなはお父ちゃんがいないもんだからいじめるの。そんな子供と遊ぶのよしね。時々待ちおいで、おばちゃんが遊んであげるから。本当？じゃあ来てくるね。あ、おじちゃんだ。おじちゃん、おじちゃん、おじちゃん、おじちゃん。なんだ、アキボ。お前こんなとこで遊んでたのか。おじちゃん、お前ずいぶん探しちまったじゃないか。なんだ坊や、お前あんなおばちゃんと遊んでたのか。うん、バカだな。おばちゃんと遊んじゃどうしていけないの。お前言わないと。何言ってんだ、坊やとは仲良しだね。坊や、バカなんて言うね。さあ行こう行こう。はい、乗れ乗れ。あら、やばい。おばちゃん今度来るとき鈴蘭の花持ってくるよ。あ、待ってるよ。さよなら。大丈夫だよ。お前がそうやって働いてるとこを見るとな、お父さんももうじっとしちゃいられない。久しぶりだ。わしが身含みをするからな。お前この布団をあげてきれいにしとくれ。そんなこと気にしないで、お医者様がいいっておっしゃるまでゆっくり養生したらどうなの。何、大丈夫だよ。本当に大丈夫？心配せんでもいいよ。Thank you.
がしてくれんでも秋夫がしてくれるわい。今日はいいお天気だな。秋夫はどっか行ったのか。町でお友達になったおばさんにあげるんだって。スズラン住みに行ったわ。このおばちゃんだよ。怖いんだね。どこのことか知らないけど、子供の来るとこじゃないよ。さあ、みんな何ぼやぼやしてんだよ。早く言っとくれよ。さきちゃん、製塩所の吉田さんなんだよ。お前さんが目当てなんだからさ、早く言っとくれよ。坊や、行こう。おさきさんが遅くてお気の毒様ね。何さ、私だっていいんじゃないの。冗談言うな、比べ物になるかい。どうせそうでございましょうよ。おかみさん、私じゃお気に入らないんですってさ。あら、来なかった？先生お待ちかねよ。もうどこ行ったんだろう。こうさんこうさん。おやじのおじいちゃんまだ悪いの？もう治っちゃったよ。だから今日はお医者様へお母ちゃんとお礼に行ったのさ。そうよかったわね。おばちゃんちのおじいちゃんは？もう治って働いてるよ。おばちゃんちはいいな、おじちゃんがあって。坊や、そんなにお父ちゃん欲しいの？欲しいさ。毎日兵隊ごっこしたってみんなに泣かされんだもん。どうして？お父ちゃんがないから。そうね、坊やのお父ちゃんどこ行っちゃったんだろうね。もう赤ん坊の時どっか遠いところ行っちゃったんだって。おばちゃんちのおじちゃんってどんな人？どんな人って。ひげ生えてる？ひげなんかないわよ。何やってんの？お店で働いてるわよ。仲良しのおばちゃんだよ。子供がいつぞやお世話になりましたそうで。いいえ、とんでもない。本当に可愛いお子さんですね。お母ちゃん、これおばちゃんに買ってもらったの。本当にすみません。いいえ、すぐそこなんですけど、ちょっとお寄りになりませんか？ありがとうございます。お母ちゃん、おばちゃん家行ってみようよ。ね、坊や、いらっしゃい。どうぞ。
当に汚いとこなんですけど、どうぞ。あきお、さあ帰りましょう。お母さん、どうしたのさ。もっと遊んでいこうよ。坊や、いいからいらっしゃい。こんなものお母さんがいつでも買ってあげます。いらっしゃい。え、お母ちゃん。来なきゃダメです。お母さん、自殺まで仕掛けたんだ。幸い命は取り留めたが、上ごとで言うのは
その健さんという人のことばかりだ。別に頼まれて来たわけじゃないんだ。見かねて来たんだ。これからその健さんという人にも頼みに行こうと思ってんだ。どうだろう。ちょっとやめてよ。姉さん。この通り。お願いする。子供のために手当を返してやってもらえないだろうか。姉さん。それでわざわざ訪ねてきてくれたってわけなのね。あたいの顔見てんだよ。あたいの顔なんかくっついてんのかい。姉さん、ね、お客さんよ。おい、お帰ろう。またいいじゃないのね。お感情だってさ、ほら。ねえ、すいませんね。お姉さん、酔っぱっちゃダメじゃないの。この花を持ってきた子が、あの子が父親を恋しがっていたんだ。長い間探してた父親が私の亭主だったのだ。ねえおたけさん、世の中だね、私の仲良しの坊やの敵役だったのさ。あの子は言ってたよ。お父っつぁんはいつか帰ってくるって。だから待ってるんだってさ。私はどうすればいいんだ。だけどお前さんだって随分あの人と苦労したんだろ。あっさり別れられるかい。別れるな。嫌だ。おさき、早く来いよ。何がおさきだよ。
私は今日家に帰るよ。姉さん危ないわよ。危ない。おい、お先。おい。何さ、酔ってなんか嫌しないわよ。綺麗なおかみさんとこ行きたいの？子供のとこへ帰りたいの？変な顔しないでさっさと行ったらいいじゃないか。いつだって別れてやるよ。だが、お前と別れるのなら誰がこんな苦しい思いをするか。何が苦しいのさ。子供のことは気になるんだろ。つまんないこと言うな。何がつまんないのさ。はい。横川さん、来ましたね、来ましたね。何や。招集令状は。ご苦労様。おめでとうございます。ありがとう。じゃあ、ごめんなさい。俺は立派に行ってくるからな。ねえあんた、お願いがあるの。なんだ。私と別れて。え？教官に別れてほしい。私と別れて坊やのところへ帰って。あんたはもうすぐ行ってしまう。もしも万一のことがあれば、もう坊やに二度と会えないかもしれないのよ。長い間待ち続けたおかみさんや坊やに、今度こそ会ってあげてちょうだい。坊やだってどんなに喜ぶか知れないわ。ねえ、帰ってあげて。ね、そして坊やのうちから立派に出世してあげて。お願いよ。で、お前はどうするつもりだ。私なんかどっちみちなんとか生きていける人間だわ。心配しなくてもいいの。それより一番大切なのは、子供の心にお父さんは立派な人だったと思わせることじゃない。それが今あんたが残していく一番いいことなのよ。私だってあんたが立派な人として出世してもらいたいわ。そしてあの仲良しの坊やに、私もおばちゃんはいいおばちゃんだったって言ってもらいたいの。
間に。おじさん、私です。誰だね、お前さんは。あ、健太郎です。横川健太郎です。貴様何しに来たの。今頃どの面下げてのめのめとやってきたの。帰れ、帰れ。おじさん、実はお話があって伺いました。話なんて聞きたくない。帰れ。おじさん、誰でもない。優作さん、優作さん、お願いです。ちょっと開けてくださいね、優作さん。来い、行くな。お母ちゃん。優作さん、お願いです。開けてください、優作さん。どうや。野良犬のような白状者に口を聞くことなら。お父ちゃん、何にも言わないで、ね、何を言うんだ。この年寄りをこんな田舎の踏切板にまで落ちぶれさせたのは誰のため。申し訳ありません。今さらあなた方の前に出られた義理じゃない。しかし会ってお詫びをと思いながらも、しかし、こんな私にも国家のお召しがあって土院令が下りました。もう再び嫁に帰れないかもしれません。至らなかった今までの私のことを許していただこうと恥を忍んでまいりました。実は明日出征いたします。坊や、お前のお父さん、強い兵隊さんよ。本当かい、お母ちゃん。さあ、お父さんのそば行っておいで。ねえ、明夫。坊や。お父さんよ。坊や。お父さん、お願い。
してあげてください。そして明日はこの家から立たせてください。親御三人で彼の出世を見送らせてくださいね。お父さん、お父さん。あきお、お父さんと親と三人でおばあさんのお墓参りをしてくるんだ。それからな、お前の好きな軍歌を村中聞こえるような大きな声で歌っていくんだよ。うん、いいな。母の背中に小さい手で振ったあの日の日の丸の抱いて明日は誉れの